こんにちは。作業療法士の荻野です。今日も介護予防についての運動をお伝えしていきます。今日のテーマは体をひねる運動です。このひねる運動がしっかりできないと転倒につながってしまいます。転倒というと足腰とかそういうとこじゃないのと思われる方いらっしゃると思うんですけど、まず最初になぜこのひねりが転倒につながってしまうかの説明をして、そしてじゃあ転倒しないためにどういうひねる体操をしたらいいのか、それをお伝えしていきます。このチャンネルでは介護予防をしっかりと取り組みたい方や介護予防体操のレパートリーを増やしたい方などに向けてお伝えしていますので、ご興味ある方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では早速ひねることの大切さ、そしてどういう体操をしたらいいかをお伝えしていきますので、一緒にやっていきましょう。ではひねることができないとなぜ転倒につながってしまうのか、そこからお話ししていきます。まず日常で体をひねるときというのは、一番多いのは後ろを振り向くときなんですね。向きを変えたり後ろを確認したり、そういうときに一番ひねる運動というのが働くんですけど、じゃあこのひねる運動の特徴として、まず顔から絶対にひねるんですね。顔が来て上半身がひねって、そして足が後ろに向くというように、上から順番に体ってひねっていきます。しかしですね、体が硬い、特に背骨が硬くなってしまって、こうひねることが難しい方というのは足から行ってしまうんですね。そうすると足から行こうとするので、上半身が取り残されたまま、足、つまりこの腰の方からひねってしまうと、こういうふうにですね、後ろに倒れやすくなってしまう。尻餅だったり、そのまま大腿骨をぶつけるような、大腿骨頸部骨折につながってしまうような転倒になりやすくなってしまいます。なのでひねる運動というのは、ちゃんと上半身からひねってしっかり後ろを向いたり滑らかに行われるために大切な運動になります。じゃあ転倒しないためにどういうひねる体操をしたらいいか、一緒にやってみましょう。ではですね、ひねる運動を行っていきます。このひねる運動は、いわゆる後ろを向こうとする運動なんですけど、もう体が硬い人はですね、もう全然後ろが向けないんですね。なのでまずひねりやすい体に整えてあげる体操からお伝えします。そしてその後ひねる筋トレっていうのをお伝えします。ではまず両手をこのように上に上げていただいたら、横に体を傾けましょう。そして脇がですね、だんだん伸びてくると思います。脇が伸びてきたら、このポーズのままお辞儀をしてください。ぐーっとお辞儀をします。そうすると背中、腰の方を伸びる感じが出ると思います。しっかりとこれで背骨、腰の方を伸ばしていきます。で戻しましょう。では反対ですね、同じくぐーっと体を横にひねって、脇を伸ばしてからお辞儀をしていきます。そうすると背中側の方まで伸びるのが感じられると思います。これでおおむね10秒もしくは20秒しっかり伸ばして、腰回り、背中回りを柔らかくしてからひねる運動をするととてもやりやすくなります。はい、ではひねる体操をお伝えしていきます。まず腕をこのように構えていただいたら、このまま後ろを向きましょう。そうすると背中がねじれる感じがしっかりあると思います。これをしっかりと10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、戻しましょう。はい、一見ただのひねる体操だったかもしれないんですけど、このひねりができなくなることで転倒につながってしまう。そして転倒しないためにこういう体操しようねと一言添えて体操するだけで、体操の予防効果というのは格段に高まりますので、ひねる運動の大切さというのを理解しながらお伝えできればいいと思います。では今日はこれで終わりたいと思います。このように介護予防に関する情報をどんどんお伝えしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。